2023年6月8日、アメリカのワシントンポスト紙及び NBC テレビがウクライナ軍高官からの情報として、ウクライナ軍が国内を占領しているロシア軍に対する大規模反転攻勢作戦に着手したと語ったとして、作戦が開始された可能性が高いことを伝えたよ。ウクライナの反転攻勢作戦に投入されるとみられる新編成の機械化部隊には、主力戦車としてアメリカからは MH エイブラムス、イギリスからはチャレンジャー2、ドイツからはレオパルト2がウクライナ軍に供与されることになっているからな。しかもウクライナ兵に対してそれら戦車の操縦訓練や西側諸国による、飛行部隊運用方法などの訓練が実施されているよね。ちなみにエイブラムスは9月以降に供与の見込みとなっているね。さて今回はアメリカのメディアがウクライナ軍の大規模反転攻勢開始と報道したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。戦車の他に提供される各国の新型歩兵戦闘車や装甲兵員輸送車は、アメリカからストライカー装輪装甲戦闘車 M2 ブラッドレー歩兵戦闘車 M113 兵員装甲輸送車、ドイツから歩兵戦闘車マルダー、フランスからは軽戦車とも呼ばれている AMX-10RC 歩兵戦闘車などが供与され、ウクライナ軍では、これらの装備を有する新しい4000人規模の機械化旅団機構旅団が12個、4万8000人の反攻用戦力が用意され、5月にも領土内のロシア軍を駆逐する反転攻勢が開始されようとしていたんだって。これら編成中の12個旅団については先日アメリカ国防総省から流出したとされている機密文書において、9個旅団に隊番号が振られ第21、第32、第33、第37、第47、第82、第117、第118と、資料からは番号が読み取ることができない1個旅団で、それぞれアメリカ、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ベルギー、フィンランド、ポーランド、チェコ、スロベニアで訓練を進められているとされ、その他の3個旅団はウクライナ国内で編成中とされているよ。そのため、このウクライナ国内で編成され訓練を受ける3個旅団には、ポーランドから供与された旧ソ連製の T-72 や、T-72 をポーランドが回収した PT-91 とファルディなど、ウクライナ国内で操縦訓練の実施が可能な戦車が配備されるとの見方があるな。これらのうちの6個旅団は訓練を3月31日までに終え、残りの3個旅団については4月30日までに全ての準備が整うとされ、9個旅団全体で必要とされる装備としては、戦車253両装甲戦闘車381両自走式榴弾砲と牽引式榴弾砲合わせて147門に加えて、マックスプロや輸送トラックなどの車両480両とアメリカ製の高機動多用途装輪車両ハンビーが571両とされているんだ。旅団定数はこれまでのウクライナ軍の定数に従うのであれば1個旅団が4000人から5000人であり、このことからは12個旅団の総兵力は4万8000人と推定されているけど、実際の総兵力はもう少し多いものになると見られ、機密文書には5月中に準備が整えられるとされていたよ。ウクライナ軍が反転攻勢を開始した可能性については、6月4日以降ロシア国防省及びショイグ国防省が、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部においてウクライナ軍の2個旅団が攻撃を仕掛けたものの、ロシア軍が大きな戦果を上げているとして連日発表し、この攻撃がウクライナ軍の反転攻勢でありそれが失敗を重ねているとして主張しているみたい。ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢が開始されたとしてロシア国防省のコナシェンコフ報道官が4日に最初に発表した内容では、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南西部やザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺など5カ所とされ、ロシア軍の防衛陣地に攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍に対して、ロシア軍が航空機による空爆と砲撃によって応戦して撃退に成功したとしているんだ。そして、この5カ所にはウクライナ軍に個機械化旅団が大規模な攻撃がかけられたとされて、現地を防衛するロシア軍部隊が前線を突破しようとしたウクライナ軍の6個機械化歩兵大隊と2個戦車大隊に対して損害を与え、250人以上の兵士を殺害し、戦車16両、
歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊した発表していたな。また、この国防省コナシェンコフ報道官による発表以前に、ショイグ国防省が5月30日に開催されたロシア国防省内の会議において、5月だけでウクライナ軍が保有している戦車を400両以上破壊して460機以上のドローンを撃墜した上に、1万6000人以上のウクライナ軍の兵員を殺害したと、ロシア軍が5月中に挙げた戦果について述べていたことをロシア通信が報じていて、ウクライナ軍の反転攻勢を警戒するロシア国防省による誇大報告であろうとみなされていたぜ。そして、ロシアのショイグ国防省は6日、過去3日間において、ウクライナ軍が公言していた反転攻勢を実施したが、ロシア軍の反撃によってウクライナ軍兵士3715人を殺害し、戦車52両と装甲車両207両を破壊した上に戦闘機5機を撃墜したとして、ウクライナ軍は目標を達成することができず、大損害をかぶり後退したと述べて、反転攻勢がロシア軍の反撃によって失敗に向かっていると主張した上で、ロシア軍の損害は戦死者71名、負傷者210名に戦車15両の損失であったとも述べて、ロシア軍の損害が軽微であることを付け加えることでロシア国内の不満と不安を解消しようとしたと見られているね。さらにショイグ国防省は8日にもコメントを発表し、ウクライナ軍が8日未明に、南部ザポリージャ州の西部にあるオリヒウ近郊南方にあるロシア軍陣地に攻撃を仕掛け激しい戦闘があったがロシア軍が撃退したとしているよ。このザポリージャ州のオリヒウは、南部戦線におけるロシア軍の一大補給拠点である同州のメリトポリの北方約 80km にあって、ウクライナ軍の支配下にあり同軍の出撃拠点とみなされているザポリージャ市から交通の要衝トクマクを経てメリトポリへ通じる幹線道路上にあることから、このショイグ国防省のコメントが事実を語っているとするならば、ウクライナ軍が大規模反攻においてメリトポリ奪還を視野に入れて、ロシア本国やドネツク州と、ヘルソン州につながるクリミア半島との連絡回廊を遮断する作戦である可能性が高いとの見方が広がっているな。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるエフゲニー・プリジン氏は、ウクライナ軍が南部戦線や東部戦線で反転攻勢を始めたと見られることに関して6日に、SNS のテレグラムにある自身の公式チャンネルにウクライナの反転攻勢を止められるのはワグネル戦闘部隊だけであり、ワグネルに20万の兵を供給せよとロシア国防省へ要求する投稿をしているみたい。確かにワグネルの戦闘力は脅威だもんね。戦いにも長けているし、万全の準備さえあればもうちょっとロシア有利で戦えそうな気もするよ。プリゴジン氏はこの動画において、ルガンスク州、ルハンシク州とドネツク州の前線に対応できるのはワグネル戦闘部隊だけであり、我々の準備は整っているがそのためには20万人超の人員が必要だと述べ、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に対して総動員令を発して兵力を増やすよう促したんだけど、それらの兵には3ヶ月以上の訓練が必要であることを付け加えているんだ。そして、ドネツク州南部の戦線における戦況がショイグ国防省の発表とは異なり、すでに防衛線は突破されて壊滅的な状況であるとして、ブフレダールから 10km ほど西のノボドネツコへはすでにウクライナ軍に奪還されていて、今後もしロシア軍部隊がさらに 5から8km も後退することになればウクライナ軍の進軍は止められなくなり、やがてアゾフ海沿岸のベルジャンシクやマリウポリに到達することになると指摘し、そうなればもうウクライナ軍を止めることはできないとして警告を発しているよ。ショイグ国防省の発表と同様にプリゴジン氏の発表についてもその信憑性を疑問視する声が多く、額面通りに受け取ることはできないとされているものの、ウクライナ軍がドネツク州南部で大規模な攻勢をかけている可能性は高いと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。